どうも皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、ということでね、新年の挨拶はこれぐらいにしておきましょう新年一発目はダウンショット講座をやっていこうかなと思います。まさかのね新年だしさゼロなんですけど、まあ俺新年嫌いなんで、俺が1年で嫌いな日は正月とバレンタインデーです。で、ダウンショット講座、あんまりダウンショット得意な方ではないんだけれども、いろいろありましてダウンショット講座やっていこうかなと思うんですよ。僕が知りうる限りのダウンショット情報を話していこうかなと思います。で、何から話そうかなと思うんだが、まず単純なシステムの話からしましょうか。ダウンショットリグっていうのは、まあ、はい、これがダウンショットね。ワーム、シンカーの上にワームがついてるっていうこの状態これがダウンショットであるということなんですけど、このセッティングの方法としては、例えばわからんな、これわかるかな。ここにノットがあるでしょ。ノットね、ノットを普通にフックに結んで、アモリ糸をフックの上から下に通してシンカーつけるっていう、これが標準的なセッティングなんですよ。これ一番簡単なんだけど、糸よりしやすかったりとか、結び替えの時全部切んなきゃいけないとか、そういったことがあるので、バスプロはこのフックのところとかに、ここね、スイベルをつけるんですよ。スイベル、めっちゃちっちゃいやつ、これで糸よりとかを解消しようとするスタイルがバスプロ御用達です。でもこれだとね、結構結び替えの時とかな、こことこことこことって結び替えないとダメだから、結構大変なんですよね。なんで僕がやってんのが、こんな感じ、わかるかなわかるかな。フックに直接、いわゆるカシメルスイベルってやつがあるんだけど、ね、カシメルスイベルを通して固定することによって、まあ、スイベル付きフック状態にしてやる。こうすると、まあ、なんかワームから離れた位置にスイベルがないからまとまりがいいっていうのと、結び替えるときはこの針と糸が直接つながってるこのラインだけ、ここね、このラインだけ結び替えればいいから、この辺の結び替えが必要じゃないっていうのがある。手間がかからない。プラス、こういうふうにこれね、ライン i を i の上から通して引っ張ってワームフックの姿勢をねきちんとしようとしても、固定してるのが糸だから限界があるんですよ。でもこれは固定してるのスイベルだから、すごいフックの姿勢がシャンとするから、こういう風にスイベル付きのフックをしてあった方が個人的にはいいかなと思ってます。いろんな面で欠点があるとすれば、ワームの頭とかになんかスイベルとかいろいろごちゃごちゃするから、それで食わなくなる可能性はなくはないかもしれない。相当クリアウォーターとかだったらね、ハイシーズンの影響あるかもしれませんが、その時はその時です。で、じゃあ実際リグってみましょうか。で、まずワームが、もうみんなご用達、レッグワームです。ちっちゃいやつで、色はソリッドブラックみたいなものが定番かな。これは亀山ダムとかで使う場合、レッグアームリグといえば亀山ダムみたいな、暴走のリザーバーみたいな部分があるんだけど、これって暴走リザーバーってちょっと水濁ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ偏見だけど、多分濁ってるはず。濁ってて、しかもディープで釣りをしようと思ったら光が届かないから、ワームのカラーっていうのが死んじゃうんですよね。まああんま視認性が悪くなる。その中で、シルエットがはっきり出る色として黒が愛用されてるってことです。これもう濁ったディープもそうだし、夜とかもそうなんですよ。とにかく光量が少ない場所だったら黒に勝る色がないんで、黒ということなんだと思います。で、フックは僕は DASO セットの4番、まあ6番でもいいかもしれない、4番か6番です。で、このダウンショットする場合もマス張りかオフセットかで流派が分かれると思うんですけども、基本的にはオフセットの方がいいかなと思います。マス張りの利点はフッキングがいいという話をよく聞くが、これマス張りだと思ってくださいね。こういう風にかけた時に、確かに針先がむき出しなんで腹筋がいいように思えるんだけど、結構頭までバックリ食わないと乗らないんですよね、その場合って。この辺までしかかじらなかった場合に、どんなに頑張って腹筋しないんですよ。いくら針先が出てるって言ってもね。だからオフセットだと針先が後ろの方に来るから、頭まで食い込まなくても針先がかかる率が上がるということで、実はオフセットフックの方が特にショートバイトが多い時はかかると思う。逆にその丸飲んでくればマス張りとかでもいいと思うんだけどね。だから俺はオフセットの方が腹筋がいいと思うから、冬はオフセット使ってる。
ただし針先が出てないからちゃんとフッキングしなきゃいけないっていうあれはあるけどね。まあ、どうしてもマス針使いたいとなったらば、こういうワッキー掛けをする場合こんな感じで、この場合はマス針じゃなきゃいけないし、あとマス針する場合ね、まあ別に好みでいいんだけど、イメージ的にはこんなちょん掛けじゃん多分、知らんけど。これって結構アームがこういう風に動いちゃうからロッドのアクションが伝わりませんので良くないです。なんでセッティングするときはこういう風にちょん掛けましょう。これならあのワームがぐるぐる動かないんでアクションがちゃんと伝わります。ちょん掛けする場合はね、はい、今回はオフセット使いましょう。ですごいちっちゃいパーツですが、こういうあぶね、カシミルスイブルというのがあります。片方のアイがオープンアイになっているタイプですね。これを使ってこんな風にフックのアイに通していきます。で通したらアイをカシミルと、こんな風にこの時にアイの部分にフックのアイを通してるんじゃなくて、軸の部分に通してやることによって引っ張っても抜けません。でワームをこんな風にセットしてやります。まあ、普通にセットですね。ここはこんな感じ。まあ、ここにスイベルがついちゃうからちょっとガチャつくっていうかガチャつくんですよ。これが嫌だったらスイベルは外した方がいいです。なんでとにかくちっちゃいスイベルの方がいい。とにかくカシメルスイベルで一番小さいサイズを選んであげるといいと思います。どっちかで言うんですが、この下側に糸を結んでやって、でシンカーを取り付けてやります。こんな感じですね。シンカーは今ガンダムを使ってますが、ダウンショットシンカーとかでも全然いいです。タングステンの方がやっぱりシンカー自体が硬いんで感度はいい。ただ単価は高いよっていう。であと形状的な問題、これはガンダムとかダウンショットシンカーでもそうなんだけど、丸型が一番感度がいいです。その部分にがかりやすくなります。逆にこういう長いやつ、こういう長いやつは根掛かりがすごい少なくなります。その分感度が悪くなる。でこういう中途半端な涙型みたいなやつね、涙の形してるような、これはどっちつかずもしくはちょうどいい、その感覚は人それぞれかなと思います。ウェイトはまあダウンショット、意外と進化を重たくしてあった方がいいかなと思います。レッグアームリグしっかりね、基準まあ大体 1.8、2.2、2.7g ぐらいを使ってやった方がやりやすいかなと思います。シンカーのウエイトは確実にそこを取れるウエイトをやってやるのが、まあ、基本的だと思います。軽ければ軽い方がいいっていうわけじゃない、そこが取れないなら軽くても意味がないので、ご自身の、まあ、腕だったりとか、まあ、タックルのバランスだったりとかワームとのマッチングとかいろんな部分を考慮してシンカーのウエイトを考えてやればいいかなと思いますけども、レッグアームリグに関してはだいたい 1.8、2.2、2.7 ぐらいかなと思います。これで具が完成したので結んでいきましょう。結び方は何でもいいです。結んで、きちっと結んでやるのが大事。適当に結んだらダメですよ。手で引っ張ったからって言ってちゃんと結べてるかどうか分かりません。目視で確認しましょう。はい、こんな感じになります。でスイベル付きのフックを搭載することによってこういう風にスイベルでワームが固定されるんで、ワームの姿勢がめちゃくちゃ安定するということです。かつスイベルのおかげで糸寄りしてません。ほら、はい。ちなみにリーダーの長さは、まあ、10センチから20センチ適当に取ってください。まあ1メーターとか2メーターとか極端に取る場合は差は出るかもしれないけど、10、20とか30とかそれぐらいだったら、まあ、そんな差は出ないと思うし、使いやすい長さを使ってやればよろしいかなと思います。もちろん、リーダーの長さによってワームの姿勢だったりとか、まあ、いろんな部分で差が出てくるんで全く影響ないわけじゃないけど、まあ、基本的には10から20センチぐらいちゃ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 っと選んであげればいいかなと思います。で使い方、ルアーを投げてそこまで落とします。で基本はもうズル引き、この時期ならそこの凹凸を感じ取りながらズルッとズルッと引いていきましょう。これで OK です。で巻き取ってもう一回ズルッとズルッとやっていきましょう。これの繰り返しですあとは魚が来るのを待ちましょう。違和感を感じたら止める、そこで何も動かなかったら岩、ドゥン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 とかなったら魚。ただし冬の場合は魚でもドゥンドゥンドゥンってなりづらいからちょっとそこが難しい。あとは慣れたらこういう風にシェイクしながらズル引きとかね、こんな感じ、これもありです。
でもこれはあの底の凹凸とか、まあ、感じとか分かりづらいからちょっと慣れないと難しいかなと思います。こんな感じですね。とにかく底を取ること。あ、まあ、中層のダウンショットみたいなのあるけど、それは応用の話なんで、まあ、基本は底取りです。でこの底を取れるシンカーのウエイト、まあ、タックルバランスとの兼ね合いもありますが、シンカーのウエイトをつけていく。だから変に軽くしようとしなくても全然いいので、テキサスリグとかだとワームのサイズとシンカーのウエイト感っていうのはある程度制限がかかっちゃうんで、ちっちゃいワームにでっかいシンカーっていうのはなかなか使いづらいんだけど、ダウンショットはワームとシンカーが離れてるから、シンカーが多少アンバランスに重たかったとしてもまあそんなに問題はないです。最悪ね、レッグワームリグで 3.5g、5g とか 7g とかそれぐらい重たいウエイトを背負わせてやっても、まあタックル次第では全然ありかなと思うので、とにかく底を取れるようにしましょう。それがすごい大事です。底が取れなきゃ当たりも取れません。こんな感じかな。あと言うことなんかありましたっけ。今回使ってるのはレッグワームリグですが、ワーム自体はぶっちゃけ何でもいいです。ただ定番でレッグワームリグ、俺の中で信頼があるレッグワームリグを使ってるだけなので、他にも何でもあると思うんで何でもいいですが、あんまり硬い素材のワームを使ってしまうとダメです。乗らないので、特に冬は。具体的に言うとデスアダー31、ちょっと外レアなんであんまり触ったことないと思うけど、デスアダー31は硬いんです。硬いんでちょっと冬のダウンショットにはあんま向かない。レッグワームリグはまあまだマシうん、まだマシです。まだマシっていうのは細身のボディなんで、まあ、なんとかなってるかなっていう。あれがちょっともうちょっと太くなってしまったら怖いですね。そういった硬いワームを使いたいってなったらマス張りの方がまだいいかもしれない。うん、やっぱオフセットフックを使ってしまうとワームをずらしながら、そして針先を出しながらフッキングするっていう工程が必要なんで、硬いワームだとそれが難しくなる。だから最初から針先が出てる方がいいんだけど、さっきも言ったようにバイトが浅いと針が届かないっていうこともなくはないんで、でっかい魚ならね別に変わらんかもしれないですけど、サイズがちっちゃくなればちっちゃくなるほど、オフセットフックの方が乗るということです。でもちっちゃい魚でも釣りたいでしょ。ましてダウンショットです、やってる場所やってることがどちらかというとデカバス一発一本だぜっていう釣りではなくて、数釣り方面に近い釣りだと思うんで、まあその辺小バスのフッキング率を考えた時にオフセットフックプラス柔らかいちっちゃいワーム、この辺のバランスっていうのは大事かなと思います。まああんまりこだわりがないのであれば普通にレッグワームを 2.5 インチ使ってやればいいかなと思います。でタックル今使ってるのクリプトンなんだけど、まあ合わない合いまへん、これは合いまへん。無理やり今日持ってるタックルでやってるだけです。できればウルトラライト、もっと下でもいいです。 XUL と、それぐらい柔らかい竿の方がいいです。ラインもまあ細ければ細い方がいいかなと。カバーが絡んでくると多少太い糸の方が安心感はあるけど、それでもやっぱり細い方が、まあ、操作性の部分だったりとかも上がるし、上同じウエイトでもより底を取りやすくなる。だからあの水の抵抗が少なくなるんでね、糸のだったりとか、まあ、そういうのがあるので、 UL 以下の竿にラインはフロロとかなら3ポンド、特定4ポンド。リーとかだったら03とか 0.35 に4ポンドリーダーみたいな。そんなセッティングかながいいんじゃねえかなと思います。もちろん琵琶湖とかだったら話は別。だ暴走だったら多分そんな感じです。もっと細くてもいいかもしれない。まあ、ソリッドチップの方がいいかな一応。柔らかいので。個人的にはメバリングロッドとかのチップが好きですね。かなり長くて細くて食い込み重視の、もう食い込み重視系のチップを持った竿の方がいいかな。そういった竿って得てしてこうアクション してもさ、そのアクションパワーがねルアーに伝わらないことも多いんだけど、あのぶっちゃけ冬ならそんなにアクション伝えなくていいかなと思うんで、どちらかというと魚が食ってから、食い込ませるためのソリッドチップでやった方がいいかなと思います。というか、まあ、正確に言いましょう、ソリッドチップだから食い込むっていうよりかはソリッドチップだと当たりが取れる、あのいわゆる明感度ってやつです。まあソリッドチップにもいろいろあるんで話は別なんだけど、なんていうかな、すごい乗せ調子のソリッドチップっていうのはビジブルチップ、まあチップだけが白いとかあの色がついてるものがあると思うんだけど、あれっていわば目感度を重視してるんですよね。どういうことかっていうと、まあ手感度目感度みたいな風に分かれるんですが、コンとかグググッとかこう手に伝わる振動を感知する感度がいわゆる手感度。目感度っていうのは目で見て当たりを取る、いわばラインが綺
き込まれるとか、そういうの、横に走るとか、そういうのをメカンドじゃん。手元に伝わってるわけじゃないけど、あ、ライン走ったみたいな、これもメカンドなんですよ。ただハイシーズンはそれでもいいんだけど、冬とかは一切ラインが動かない、手元にも伝わらないっていう当たりがあったりします。特にダウンショットしてる時、その時に糸を張った状態で極めて繊細なソリッドチップだけは当たりが取れる。明らかにトゥーってこうゆっくりトゥーって食い込んだりとか、プルプルプルってこう震えたりとか、その時ラインも手にも何もないラインは一切動かないし、手にも何も伝わってない、でもチップだけがこうその反応を表示させてくれてるみたいな、そういうことが非常によくあります、この釣りをしてると。なんでめちゃくちゃ繊細なダウンショットをする場合は、そういったティップの仕上げ感っていうのがすごい大事になってきます。当然超特殊です。ただまあこの手の釣りをきちってやりきるんであれば、その手の釣り、その手の竿は必要だ。誰もやんないから誰もやんないので、あんまりバスロットとしてその辺のが展開されてはいない。でまあ究極そういうことです。ダウンショット、冬のねダウンショットでマジで魚釣るってなったら、そういう専用ロッドが必要になってきます。ちなみに冬以外ではあんまり使わないと思う。基本ハイシーズンとかになってくると、糸が走るなり手元に何か伝わるなり、普通のソリッドチップでも当たりがクッて入ってくれたりとかするんで、大概わかるんですよ。それすら通用しないみたいな激弱バイトを取るための極めて繊細なチップを持ったロッドが必要になってってくる場合もあるけど、そげな釣りするかいっていう皆さん、そげな釣りするかいということですが、まあそげな釣りをしたいのであればあって損はないかなと思います。でこのダウンショットの釣りっていうのは、あくまでもそこに魚がいるよっていうことが分かってる前提でやるのが条件です。なんで魚どこおるんやろ、ペッ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 って言っていくタイプの釣りではない。なのでおかっぱりでするなら、とにかく、あ、冬ここに魚おるんだぜっていうのが分かってるような場所か、もしくはボートで魚探でもうシューティングみたいな、あ、ここ魚おるわ、テン入れるかみたいな、そんな感じ、そのどっちかになるんで、当てもなく投げてグリグリっていう釣りでは釣れない。まあ冬はそんなことしてる時点で釣れないんだけど、ダウンショットはさらに釣れません。その辺を考慮して使ってあげるといいかなと思います。あと何か言うことある？バスプロ御用達の話はしたし、リグリ方も話はしたし、ああそう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 、スイベル付きフックっていうのは市販品があります。一応デコイからとかガマカツから出てます。ただ針の自由度がかなり下がるんで、この針にしかついてないんで、あるんで、 DAS オフセットのスイベル付きなんか絶対売ってないから、ね、例えばね、俺はもうインフィニがすごい好きなんだよとか、 DAS オフセットがいいんだよとか、ダブルエッジ使いてんだよみたいなあるじゃん。その中でスイベル付きがないってなったらね、使えないでしょ。だからこういうカシメルスイベルとのマッチングでやるというのがすげえ、確実に食ったわ。ほらほら、テールテールやられたぜベイビー。くー、悔しい、くやぴー。そういうことなんですよ。あれ繊細なチップやったら取れてたね。魚がね食った時に針が強い竿を使うと、ズルってこうテールの方に行っちゃうんですよ。ピンって張った瞬間にズルって、特に噛みつく力が弱いんで冬はね、パフトゥン、あ、当たったって人間が思った瞬間にはピンって張ってズルっていってる。もう乗らないでしょこれで。だから繊細なソリッドチップで残してやる、こうちゃんとね、ちゃんと残してやるっていうのはすごい大事。人間が、あ、当たったって思った瞬間にはもうずれてるね。ましてやそこから魚がスイッてこう頭を横に向けるなり反転するなりした時にさらにずれる、ずるずるって、でずれた状態でフッキングしても絶対乗らないんで、それを残すためのソリッドチップ。ソリッドチップだったらこう吸い込みの時にスコーンって入ってくれるっていうよりかは、食ったところは同じだと思うんですよ。ソリッドでもこういう ML のチップでもね、でもそこから当たりが伝達した瞬間のこの張った時の
テンションがバスの口の中がずるってずれてるか残るかな、なんですね。でちゃんとこうフッキングしてやれば針がベンって出て刺さってくれるけど、糸張ってってなったぐらいだと針も出ないしずれるしなんですよ、まあ、そこでマス針使えば針先出てくからずるって滑った瞬間針先が口の中に入ってさえいれば刺さるかもしんないけど、まあ、さっきも言ったように丸伸び、ワーム全体を丸伸びしてくれるんであればマス針でも OK、 むしろマス針の方がいい。そうじゃない可能性も考慮したら結構オフセットの方が分がある。特にやっぱ根掛かりとかをね、オフセットフックの方が少ないんでね、まあ言うんで、いろいろその辺も考慮してやってみてくださいということです。今回はこのマニオン製のクリプトンでやったんで今の魚は取れなかった。くっそ、まあ、でもマニオン製のタックじゃないのなんかないけどね俺まあこんな感じです。はい、ダウンショットコードでした。じゃあ今年もよろしくお願いします。バイバイ。